1540年頃のベトナム。幕府の支配域、原市、帝止における南部、チャンパー王国ベトナムの南北朝時代は、ベトナムの歴史における1533年から1592年までを、指す。この時代には、霊朝を散脱した、幕東洋によって起こされた北朝が東京を中心に、霊朝の行員を報じた、玄や赤が支えた南朝が、進化を中心とした、 黄河の南に存在していた。二つの王朝は1592年に南朝が北朝を破り、東京を奪還するまで60年近く対立していた。東京の奪還で国家は再統一されたかに見えたが、幕家は中国の保護の下で1677年まで高平で自治を続けた。また南朝側も皇帝を支えていた帝一族と、 元一族の中互いによって分裂し、東京の帝子と広南の原子による長い分裂時代を過ごすことになった。中国の一部歴史諸島では南北朝時代と低原紛争を合わせて越南南北朝と呼ぶこともある。TRNTRNGKIM ビットナム SLCPDF バージョン P107 ありがとうございます。